ニシンの刺身食べた、美味しそう。なんかマジもう1日もう1日魚尽くしの日が欲しいぐらいには、もうねしばらくお肉いらないくらいにはお魚お肉食べてた。もう揚げ物もしばらくいらないぐらいには。そうそう、うん、こんばんは。初見さんありがとう。初見さんが言えてなかった。さあ今日は何の話しましょう。28日のジョン・マイ・ラブ東京公演見に行きました。おーありがとうございます。やった。まあちょっと東京公演もあってね、もう何もお仕事なかったら多分私はもうこもりきりだったんだけど、そうそう、もうお仕事があったので。さあ今日何の話する？でも結構ジョン・マイ・ラブのね東京公演の話は昨日しちゃったんで、そう昨日だいぶしちゃったからさ、そうなんだよね、昨日もだいぶ語っちゃったから。語った、言うほど語ったっけ。いや語ったと思う、割と結構長い間語ったから。うん、そうね、っていうか最近っていうか今日のお仕事場がすごい乾燥してたったのか、めっちゃ手が荒れた。そうなので今日はお薬塗って寝たいと思います。そう2月の2日は雫公演があるので頑張りますよ。であとジョン・マイ・ラブ関連だとあれだ、3月のスケジュールももう発表されました。でも言うて1月ももうちょっとで終わりだから、そんなもんか、明日で終わりだもんね。そうそう1月も明日で終わりだから、そういうもんかって思ってさ。マジ手がさがさ、今日はお薬塗ります。まあ、私は3月の8日から12日まで出演させていただきます。ちなみに3月12日が千秋楽、大千秋楽なのでジョン・マイ・ラブの、はい、まあ考えたくないけどね。
まあ12日がね、そのジョマイラブ大千秋楽なんで、ぜひ来てくださったら嬉しいです。であと、まあ、東京公演も一段落したからこの話もしとこうと思って、2月25日と26日に前鉄大集合2というコンサートが坊ちゃん劇場であります。チケット発売販売中なので、あのまだ頼んでないという方はぜひ見に来てくださったら嬉しいです。でちなみに25、26は午前中にジョン・マイ・ラブの公演があるんですけど、26日の方に出演させていただくので、ぜひもしよかったらそちらも見ていただけると嬉しいです。26日漂流します。マジありがとうございます。漂流しますっていうのは本当に漂流するわけじゃなくて、見に来てくれるっていうことなんだよねたまにちょっとどっちだってなっちゃう。あんま自ら漂流しますって言ってガチで漂流する人いないけどね。マジか。でもこれはちょっと皆さんに言ったら心配させちゃう。心配させちゃうわ。ありゃありゃ。あのちょっと手の乾燥がひどすぎてちょっとあちゃちゃってなってたから、それだけ。あ、全然痛くはないから大丈夫だよ。今日はね、あのこれをまたゲットしたんで開けていこうかなって思います。急にランダムグッズ開封の配信を始める人です。これね、前回これ開けて開封して、そう、前回はこのお守りとこの旗が当たったんですけど、今回は何が当たると思いますかね。じゃあ投票するか。1番自転車、2番旗、3番草履、4番お守り、5番船、6番がラーメンで、さあぜひ投票してください。1番、2番、3番、4番、5番、6番。わお。でも今日本当にね、今日の現場めっちゃ乾燥してて、もう私あとドライアイだからマジでさ、目薬入れたばっかなのになんかもう3分ぐらいでもうカピカピになって目が、そう、ダメだった。じゃああと5秒で終わるよ。5、4、3、2、1、終了。ラーメンが一番多い。ラーメン、お守り、船、自転車、旗、
肌ぞりって感じだね。じゃあ早速当てていこう。でもなんか船出てきそうな気もするんだよな。じゃあ行きますよ。5、4、3、2、1、じゃん。お！初っ端で当たったぜ。イエーイ、嬉しい。そう、これね、あのお父さんがくれたやつなんですけど、3つともやったぜ。お父さんやったよ、当たりました。嬉しい。はい、もうこれで気軽に開けられますね。さあラーメン来い。ラーメン絶対来ると思うんだよね。私大体こういう時でもそろそろ、まあ、わかんないな。何があった、自転車とか来そうな気もするけどね。めっちゃ開けるん減った。それじゃあ行きますよ。5、4、3、2、1、じゃん。おお、ゾウリめっちゃ立体的。コトー先生が使ってるゾウリです。めっちゃいいじゃん。めっちゃ良くない？めっちゃいいじゃん。やっぱ人に引いてもらうのが一番なんよね。だからやっぱ私インターネットのランダム系は結構強いって言ったんだけど、インターネットもさ、まあちょっとインターネットの場合はよく分かんないけどさ、それも人に選んでもらってるじゃん。実質自分で選んではないから強いんですよ。ネットでランダム頼むの。そう、ソロボチラーメン来そうだけどね。ここまで来てラーメン来てないのがすごすぎる。それじゃあいきますよ。5、4、3、2、1、ほい。あら、うれ、なんか嬉しいダブリ。これお父さんにあげよっかな。ということで船がもう一個来ました。ありがとうございます。でもこれはお父さん、まあお父さんにあげるっつってもお父さんが頼んでくれたやつだから、これもしかしたらお父さんのになるかもしれない。ということでこの3つが当たりました。とっさ、ありがとうございます。ちょっとでもちょっとあの開け方があんまり見栄えの悪い開け方をしてしまいましたけど、ちょっとごめん。お薬塗っちょっと、うん、ハンドクリームあれかな、どうしよう。どっかにお薬あると思うけど、ちょっと待ってね。でもほんと最近ご飯食べた後にお菓子食べたくなるんですよ。今日はでもちょっと我慢して、で後でちょっとバナナ食べたけど、よしよし、お薬塗ります。よしよし。さて何の話しよう。
まあ昨日もあれだったからな、そういえばおはショール配信してる間、あの配信してる途中でちょっとあれがあったから、途中でっていうかちょっと急に終わっちゃったんだよね昨日ね。いやもうしばらくフレッシュネスバーガーはいけない気がする。最近結構好きに食べたんで、もしかしたらもうホタテフライバーガーは諦める可能性があります。ブースト見てる？全然見てない。一期はアニメで見て、それ以降は漫画読んでたけど途中で止まってるって感じですね。ちょっとどんどん話が辛くなってきちゃったから、ちょっとこれ以上読むの結構きつ辛いなって思って、今もうずっと止まってる状況。でもどこまで読んだかあんまり覚えてない。そう、でも結構進んだと思うんですよ。でもどこまで読んだかは覚えてないよ。多分アニメ化されてるとこまでは絶対行ってると思うんだよね。そう、今日ビジュめっちゃいい、ありがとうございます、嬉しい。まあちょっとはゆっくりできるかな。やることは割といろいろあるんですけど、まあちょっとある程度はゆっくりできるかもなみたいな感じですね。はい、サンシャイン行ったけど配信見ました。ありがとう。
ちょっとしばらくたまごっちはしてなかったね。また明日くらいからぼちぼちできたらいいなとは思ってるけどねっていう感じです。はい、じゃあ今日はごめんなさい、ちょっと早いんですけど、ここら辺でねちょっと終わりにさせていただきたいと思います。明日はもうちょっと長くできると思うので、明日はたくさん配信できたらいいな。じゃあ13位からランキング見ます。13位キャパさん、12位フイさん、11位飯田ひろゆきさん、10位ナナタさん、9位ロミツさん、8位マモさん、7位カラスのカーコさん、6位夏目さん、5位 TKS ケジさん、4位アーティーさん、3位ブケニャンさん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。また明日、おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみ。